国鉄多岐2万1600経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は塩素酸ソーダ専用の35トン石タンク車として1971年6月18日から1978年5月15日にかけて3ロット16両が、 富士重工業一社で製作された。系列的には、多岐3万5千型からの派生者5両、多岐1万7千型からの派生者2両、多岐3万8千型からの派生者9両の3つに、対別できる。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知し小滝と表記する。落成時の所有者は、ホツチア科学工業一社のみであり。 その常備駅は東北本線の郡山駅である。1979年10月より化製品分類番号が51が表記された。1987年に5両が多岐2万1350型へ改造された。タンク体材質はステンレス構成であり艦隊補強管を4本巻いている。二役方式はマンホールからの上入れ、土質管を用いた下出し方式である。 全長は 1100mm 1、全幅は 2512mm、全高は 3715mm、台車中心間距離は 7000mm、事業席は22.1立方メートル、事情は14.3トン、換算量数は、赤車5.0、空車1.4である。1987年4月の、 国鉄分割民営化時には16両全車が JR 貨物に継承されたが2007年10月に最後まで在籍した6両が除籍され形式消滅した。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。電気車研究会鉄道ピクトリアルナン、no. バー810鉄道車両年間2008年版 P117 ありがとうございます。